はい、ということで今回はあの大物有名上場企業所属2時3時トップ VTuber やめろやめろ北越翡翠さんに来ていただきました。うおーおーそんな盛り上がらない時の人と言われている北越翡翠さんですが、今回はですねジオゲッサーをするということで来ていただきました。本当にねもう感謝をしかないです。ありがとうございます。まあとりあえず北越翡翠さんなんで、まあ、日本やったり、はい、神奈川やったり、まあ、日本だったらね翡翠さんわかるじゃないですか。まあわかるかな。え？文さん翡翠さんは一緒にでいいんじゃない。一緒でいいんじゃないですか。で陰気転生、陰気転生でぐちゃぐちゃにしよう。陰キャくん、ひすい、あにぃしよう3人でぐちゃぐちゃやばマジか。え、なんでワンチャン炎上ワンチャン炎上なんで俺帰ってぐちゃなの。ムーブありだったらもう1分半とかじゃない。あ、ノームーブじゃないですか。え、ノームーブでやる。あ、最初ゆっくりゆっくり行きましょう。だってひすいさん回なんだから。え、びっくりしたびっくりした。なんかひすいさんいないものと思われてる。なんかよくいや、違う違う、そうじゃなくて2分間ぐらいじゃない、多分全部ブルーサイになるよ。多分3分とかかけたら実際。確かに。じゃあ2分でもう行きますか。何ここ。うーん、分かんない。分かんないね。いやいや、分かる分かる。九州。九州なの、なんで分かんの。分かるね、心が叫んでる。魂が、心が九州だって。本当にそれ嘘ついてない。嘘かもしれん。あ、これ動いていいんだ。動いていいんだ。いきなりゲスト来ていきなりノームーブでやりましょう。キモすぎ。さすがにバケモンがすぎる。あ、九州だ。あ、オッケー。九州なの。九州運搬局長。ほい。みたいな書いてる。どこだろうね。ね。九州のどこですかね。え、行きか。ああ。行きってここ、この島のこと。あ、はい。この島、この島がこういう名前。この島。あ、それやっぱ会社名じゃなかったんだ。やっぱ墓広いんだよ。墓広いのはね、九州とかそういう沖縄系なんだよ。あ、なんかね、行きみたいな場所あるよね、わかるよ、気持ちは。郷ノ浦まで、郷ノ浦まで南7キロだから、この辺だね、多分。真ん中らへん。真ん中らへん。あ、めっちゃ遠く。よー、おぉ、行き知っててよかった。え、うわ、あー、そっちか。やったー、島だよ。うわ、これは、ちょっと、探せてねー。もう持ってかれてた、頭。完全知識ゲストじゃんこれ。なんかあんま島って感じしなかったな。どこやねんマジで、ふざけんな。いや、まあでも高速あるし。せめて電柱置けよな。マジで。東北のように見える。見える？東北だわ。これ東北。あ、でっかい道路ある。すごい。高速道路に入れない。あー、ほんとだ。東北ではあると思う。東北なんだ。なんでですか。電柱が東北の機材使ってる。何それ。東北の変圧器から伸びてるなんかやつが東北の機材。017だから青森。あ、いよ。これじゃあリンゴってことか。ここはちょっと青森王子派、王子派、血のなんちゃらかんちゃら、大きい字に羽に白。017。017？うん。青森。へえ、うん。青森すごいね。青森の結構北の方だと思う。信号機が縦だから。あ、へえ。そう、雪がガンガン降るから信号機もなんかそういう。あ、横だとあれ。そう、横だと折っちゃうから重さが重くなるからこうなってる。お、青缶発見。なんかね、でっかい湖があるじゃん。油川、三内丸山だから五所川原の方だわ。こっち。そこの湖の近くさせばいいと。油川の方だと思うんだよな、どっちかというと。油川。ここはね、三内丸山遺跡のそば。どこそれ。五所川原っていう場所。え、有名なんすか。え、三内丸山遺跡有名だよ。国道280沿い。280。三角形の280。ここら辺じゃないですか、この青森通ってるとか。ああ、そうそうそう、三角形の280だから、こっから上までのこのぐるっと囲ってるところ。はいはいはい。五条ヶ原っていうのが、どこない五条ヶ原。ねえな、湖っぽいの。そこであるんだろ、これ、水のたまり。ね、めちゃくちゃ湖あるな、ね。ため池か。近いはずだから、ちょっと遠目に刺しとくわ。オッケー。
どこだ、わかんない。五所川原、五所川原って場所確かあった気がするけど。ああ、でも、でも大丈夫大丈夫。ナイス、国道沿い、国道のおかげで大丈夫、うん、寄せれた。あ、思ったより青森だ。青森上なんだ。いや、池ちっさ。うわ、あるわ、油川。さて、次は住宅街。これは、都会チック。九州。え、これも九州なの？そう、福岡かも。え、近代やん。あ、全然違うわ。九州だよ。うん。校舎の色は近代だった。全部そうだわ。は？あ、住所ある。なんて書いてる？水前寺、中央区だからこれ福岡じゃない？え、水前寺、中央区水前寺。これ前なんか。いやもうね、多分福岡市のどっなの。あ、いやここすここ熊本ここここ。あ、もうゲスしていい？水前寺の六丁目まで行けます。うん、じゃあもうそこまで行くか。まあ六丁目ここだ。もうゲスしちゃいな。うん、熊本、熊本市やね、うん。熊本だった。熊本水前寺。あと中央やんな。ここ水前寺6丁目だからここら辺でいいと思う。あ、これ大江かな。こっちかな。こっちの6丁目何番？6丁目11。いや分かんない、そこ大江って書いてあるから私の方かも。6丁目だからこっちじゃない？あ、モンキー D ルフィー像ってあるよ。へえ、ワンチャンそれでゲスできる人ともいるんだろう。モンキー D ルフィーゲス。あ、まあまあまあ全然な。これね、前出たことあったけど。ナイス。オッケーオッケーです。差がねえな。まあここはね、1、まあ。てか8000だっけ、HP って。結構多め。なんか多くない？あれ6000とかだっけ？まあ、ゲストいらっしゃいますから。あ、確かに。ゲストいらっしゃいますが、コンさん、手加減ですよ。負けてますよ、ちなみに負けてますよ。大事っすよ、大事っすよ、こういうのは。チューブで、そう。大田町に見えるかな？あ？わかんない。チューブ地方。チューブ。長野じゃないような気はする。公園に大体。公園の名前があるでしょう。そうだね。大口町ってところの大口町。ね、大口って書いてある。長野じゃない。大口、うん。大口町かな？中部大口町の。中部は確定。052だから名古屋の方だと思うな。川幅を広げる工事がいいんだよ。すげえな。スウェズ運河じゃん。あ、大口町発見。ここね。押します。はや。052目、名古屋の不動産会社のポスターあり。お、まあ、だからといって名古屋じゃないかもしれないから。名古屋大口、名古屋何もなかったら名古屋に刺すしかないかな。自治体名とかもないな。名古屋の適当な位置刺しておくか。まあ、適当に刺した方がいいかも。大口町に刺しとくね。え、あったんだ大口町。あった、岐阜。ええ名古屋。あ、いいよ、そこ刺していい、そこ刺していい。あ、ナイスナイス。おー、ナイスナイス。だからしれっと見つけてる。ナイス。ナイス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 。ナイスすぎる。京善寺。全然違う。ん？違うな。ん？なんか神社ないな。30かこれで。しょばい。やっとダブルだ。お、コンクリート会社やん。はい。大事よ、コンクリートって知ってる？生産される場所結構限られるんだよ。あ、なんかこれ見たことある。見たことある。なんていうんですかね、この山が赤いのが、なんか山口広島ら辺っていうのは聞いたことある。いや、屋根か。ん？屋根って、あ、広島とかの雰囲気だね。なんか特殊だね、お家が。青缶あった、府中。府中？府中、クイ、セラ。広島空港。広島っすね。広島に刺しちゃっていいんじゃねえかな。大和町って書いてある。大和町？いや、中国っぽいな。美濃、美濃じゃないな、大和工場。そう、大和って中国？大和、いや中国だな、全然中国だな。青缶あるじゃん、2個。青缶じゃなかった、標識やったわ。いや青缶だったわ。は？フェイント青缶だった。あ、フェイントじゃないわ。なんだ、庄原、広島空港、広島。ああ、広島、庄原。ここどこ？ここ、ひら、ん？なん、なに？広島空港、48649の交差点。広島もう刺してる。486486。もうゲスしちゃっていいじゃん、486と49の交差点。私置いちゃうよ。うん。国道486ですね、多分ここ走ってるのは。486で左右に行くと49になる。だからこれ国道じゃねえわ、これ六角形です、なんだっけ。県道。県道か、県道492。県道49、ここ発見。あ、大和町あったわ。あった？
多分この辺、この辺りじゃない。あ、大和工業ってのあったのさっき。この辺だと思うけど。はい、天才。見つかんねえ、ちょっと。え、広島空港？大丈夫これ。いや、え、全然してん。やらかしてる。めちゃくちゃやらかしてるな。広島空港違えからこんな上じゃねえよなーって思いながら確かにな、小原に持ってかれて、小原そんなみんな行きたがるとこなのか。いやめっちゃ強いやん。ええー、最高っすわ。相手弱っ。どうしたんだろう、なんか、なんか別のかな、何か多分別の自治体名見つけちゃったのかもね。なんか、かなり自信持って指してた。お、後ろに看板。北流ひまわり。北流聞いたことないな。ない。北流ひまわり。名前かっこよくね。ってことは昔龍が出た場所か。あ、北なんか、え、動物注意。なんかやばいな。本当にノイズだな。鹿が出る場所だ。じゃあ広島かな。いやいや、全国各地出るからそういうのあんまり気にならない。死んでくれ。秩父って書いてあるわ。沼田秩父。だから埼玉とかあたり。埼玉2323すか。深川沼田。秩父別って書いてある。沼田市ってな、この辺。沼田ってなんだ。沼田。あー、ルモイってこれさ、上じゃない？違うっけ？ルモイ。いや、ルモイ、そんな名前は絶対上にしかない。それはさすがに上しかない。ルモイ？三十でしょ？うん。なんか看板が上だから。北流町あるわ。ルモ市。あー、天才。で、237だ、なんだっけ？233で。3で出口4だよね。北流町、北流町が。あー、あったあったあった。いや、ここでいこうでいこう。北流ひまわり IC もあって。出口は？出口までないけれど、これ。出口もすぐだから。うん、マジで近い、600メートルとかでしょ。秩父でも秩父じゃないのかもな、これ。上なのかも、これ。北海道刺しとく？北海道と東北に刺しておいた方がいいかも、これ。オッケー。適当に置いといたけど。ひまわりって書いてるし、なんか東北とか北海道っぽいよね、なんか。そう、埼玉がね、埼玉な感じしないよな。ひまわりの印象がない。もうおっしゃおう。600、500とかだから。待って、間違えてゲーム出るやっちゃった。ちょっと待って、間違えた。忙しいなお前。もし読んだ上でなんか俺ゲーム出るにしてもだ。よーし。分かんなかった感じか。あーあー、まあまあまあ、でもまあ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 、これぐらいなら。いや、ルモイ見つけてくれたのがだいぶ助かったわ。いや、まあ、北流先見つけたよ。霧島。ん？霧島下の方か。霧島、鹿児島。のどこだろう。ここ押した。霧島市。霧島市、はい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 、あ、これ。早い。の公園ですけど。何の公園だろう。待って。阿蘇山見えるかな。阿蘇山が見えるかどうかで海沿いかわかる。周りでなでかい山ないな。北西の方に山がある。鹿児島神宮って書いてあるよ。宮内小学校。ああ、学校か。あと7秒だから、まあ、適当にもう刺しちゃって、相手が霧島で迷ってるのを祈るかな、しかないかも。神宮みたいな感じ。神宮でも結構都会だもんな。あ、ほら、神宮一丁目で書いてあるわ。見逃してた。早戸町。ここだ。まあまあまあ、ここまで行ければ、差つかないっしょ。神宮、ああ、ナイス。早戸町神宮の方か。あ、公園めっちゃちっこい。どんだけ拡大するな、出てこへんねん。おお、あっちか。適当に刺したとこが。ナイス。ナイス。イエイ。けえ、お茶。全然畑や。東電。宇都宮って書いてある、ね。宇都宮、藤田。ウエスト方向、宇都宮か。大金、藤田、宇都宮。ああ、宇都宮か。あ、確かに、なんかそれっぽい。宇都宮。とはいえ、ここは宇都宮じゃない、ないよね、たぶん。たぶん。藤田とか、ダブルに行ったら宇都宮があって、桜市も、桜って桜市のことでいいのかな。那須烏山みたいな感じ。じゃあ、栃木ぐらいか。あ、これあったわ、ここや。あ、それだ。お、あるわ。で、の、オクラ？どこだ。こう。あ、これまずいな。チーン。宇都宮より東に点々って刺すしかないかも。あ、ナスって書いてるな。ナス鳥。ナス鳥山市、多分この辺だ。ナス鳥山市消防団って書いてる。ナス鳥山市、この辺りにもうなんか、どんどんどんって刺せば。OK。うん、見つかんないな。
わかんねえな。ああ、失ってごめん。まあ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 、そんな差つかないよ。おお、陰キャ先生ナイス。おお、なんだその感の良さ。ナイスナイス。なんか桜と宇都宮の。ああまあまあ、確かに確かに。すごい。ありがとうございます。いや、そうっすかね。すごいね。いつもこんな感じですよ。だって頭良かったんだね。ああ、そうそう、頭いいっすよ。なんとか古紙。古い。ね、読めねえよ。なんとか古い日誌だから。で、東北だから。宮古紙なのかな？いや、わかんないな。なんか、なんとも言えないな。宮古紙だとしたら、ここだな、森岡のところ。宮古紙、宮古紙っす。オッケー。結構山っぽいから、海沿いじゃないと思う、これ。ああ、ってね。いや、もうだから山。ああ、そう。45号線って書いてんだ。まあまあ、こういう場所だかも。こういう場所。まあもう、結構山の方に行っちゃってもいいかもね。ガチで見つからんな。どうしよう。私、宮古刺すから、うん、福島一人ぐらい刺しといていいかもしれん。福島行ってる？いや、なんとか腰なんだよね。うわぁ、すごいねー。ナイス、宮古刺、ナイス、ナイス、ナイス。大変。超大変。相手も宮古分かった。最後の最後に分かったんだ、多分これ、このさんが宮古。あれ？これ見たことあるぞ。見たことあるなぁ。え、これ、え、これどこだっけなぁ。あ、ほんとだ。これあるある、マジ見たことある。あるわ。これ滋賀とかだっけ、どこだっけ。なんかとんでもない場所だったよ、これノームーブでやったぞ、これ。え、やったよな、ここやった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 。でっかい湖か海が。え、なんでわかんない。が横にあるよ。米子市だ、これね。あれだと思う、内海の、これのことだと思う、中海。あ、はいはい、こいつが見えてる、多分。なんか、え、なんかこの辺の公園じゃない。米子、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 ここじゃない。そうそう、で、これで、内側やったっけな。待って、どっちだ？スウェスト、島か。え、これ、私の公園じゃないの？ここら辺じゃないの？違う？でも、ガチでここら辺のはず、確か。やべえ、今真剣ゼミでやったところだーみたいな感じだったわ。ガチでやったとこだって。ノームーブで見たぞ、ここ。うーん。ラーメン悟空あるじゃん。そこに刺してもいいかも、確かに。あ、もしもし、もし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 。これやったことあるんだよなーって今思い出したわ。なんか見た記憶があるもんなー。ナゴって書いてあったしな。あんま書いてないところ。そうそう、あんま書いてないところでなんか一撃必殺みたいなことしないと勝てない。奥のでっかい建物気になるな。学校かな？学校だね。あ、学校だな。学校ってことだ、大体わかるやろ。岐阜連立型中高一貫校。ここは三輪ってとこかな。三輪なんだ。でもっと細かい、一番細かいのが三輪。なんて読むんだこれ。あー、分かった。なんとか川、なんていうのこれ。うわー、町の名前は分かったけど、うん、分かる分かる、その町の名前。これ岐阜だと思う。岐阜、うん、あった、これじゃね。この名前じゃね、見つけたの、俺のところじゃね。あ、それ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 、これだよね。土砂災害って書いてあるから山じゃないかな、これ。結構山の方かも、ここの町の中でも。まあ、ここの町自体かなり山っぽいから。海高校から40分。海高校。あ、この辺かな。この文字がある。海みたいな。ああ。学校の近く刺した。ああ、まあそういう感じの気もするね。わ、なんとか教育なんとか学校って書いてあったわ。おお。ナイスナイス。おお。ここ。よし、ナイス。車で40分。うるさい、勝てないな。なんか左学校か、これ。違った。普通のあれだった。群馬区制。中央区って書いてる。中央区って書いてるよ。あ、縁延べ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 、町田の方。刺してよ、刺してよ、刺してよ、刺してよ。ここ、ここ、ここ。刺して、刺して、いいよ。ナイス。042だ。042は、あー、東京。東なんちゃら、東花延べ小渕。あ、小渕、小渕です。小渕はね、どの辺、ここ、この辺。あー、東だから、東だから、東延べ、ここら辺か、ここら辺の東淵延べだから、その辺。東淵延べ1、2、3。あ、鈴木あるからここだな。ナイス、うん、同じ。これは
差がつかないだろう。いや神奈川ゲス来たなこれ。あでも相手も早っ。いやそうだよね。相手18メートルでゲスして多分住居表記あったから多分。相模原市ズキゲスパズキ1ポイント相手にダメージ11ポイント。これはまあこれ東京電力管内、東京じゃないけど東京付近、早稲田コーポって書いてあるからこれ多分高田の馬場とかじゃないかな。三郷市大広部三郷さん全然似てへんよ、びっくりした。なんだ三郷、うん、三号ってでもこれ東北か違うか。早稲田2丁目って書いてある。知らないな、ほんと早稲田2丁目って書いてある。三のお前三号何市、何市だこれ、何市、三号市って書いてある。三号市、三号市どこだっけ、分かんねえ。東京なんですか。いや違う違う違う、三号って聞いたことあるんです。三に里に市、あれ やばいなこれ、相手が分かったらまずい。やばい。三能市早稲田2丁目957は違うか。 957? うん957とは書いてあったけど、三能市って誰も知らない。三能市分かんない、早稲田なんじゃねえ。早稲田じゃないのこれ。早稲田って書いてあるよ。早稲田、早稲田じゃないと思う。多分別の早稲田だと思う。あ、ここだ。吉川地区って書いてある。三能市吉川地区、吉川早稲田って場所あった。あ、じゃあさすがは三号、三号市、三号市、早稲田、なんちゃらじゃない。三田とかじゃないですよ、もしかして。三田ってのわからん。わー、わかんない。わー、差つきそうだな、これ。そんな変なことには、あれあれあれ、あいつ三号市わかんなかったな、これ多分。だから、頑張って、いろんなことして、あれあれ東京電力にさして、これ多分もう、精密なゲスしたら勝てるな、これ。あー、そっちか。いや、ごめん、埼玉って最後見っけて。いやー、三号、三号、三号、いや、式わかんねえ。早稲田、錦持ってかれた、だいぶ。08434、山陽ってか、山口かな。山口、広島、岡山のなんか。山口よ。082もあるな、でも。待って、電話番号的に082ってことで、広島の方になるのかもしれん。南手代町。手代、聞いたことあるな。084。084は、広島の、福山とかの方かな。ドンピシャでね、当てていかないとね、非常にまずいですね。なんとか手代町1丁目。手代町1丁目。福山営業所。福山だな。福山？手代町ね。東福山ってなんかわかる。福山ここだよ。国道182そこ線。国道180の、これ福山だこれ。これが189。182、あった、182あった。182沿い、今俺ら182。交差点はなんかわかる？何との交差みたいな。広島銀行、ちょっと、もうわかんない、こう。あ、2と、2と、国道2と交差する。これか、これじゃね？で、待って、いっちゃん近いの当てよう。南手代やね、南手代。ああ、ナイス。ただ手代町、あ、手代ってでもこう、なんか産業道路みたいなのも走ってて、手代産業道路、あ、手代町ここね、南手代もここ、で、多分探せるな、これ1丁目、1丁目、なんか手芸巻き、あ、1丁目と2丁目の間あたりじゃんね、これ多分手芸巻きってあるから、俺、手芸巻き、そう、探したい。まあまあ、ノリでいいと思う、正直。うん、あー、もうちょい広瀬とか、いや、まあ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 、この程度だったら正直、俺らは関係ない、相手は大ダメージだけど、これおーしよ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 し、相手分かってるのかと思ったわ。これ勝ったらクソ熱いな。俺マジ熱い。梅田って書いてあるな。名古屋高速湖北北056に見えるな。056は名古屋、名古屋、あれ名古屋の名古屋の、名古屋高速3.2キロ、名古屋以外じゃないっけ、小牧北入り口 3.2キロ。もしなんかあったらもう刺してもいいよ別に。いやー、まだ分からん。小牧って場所だね、ここは。小牧、岩崎っていう地名。鹿は不明、それは。一番多分小さい意味を。じゃあ、あんまり意味はないな。小牧ここ。で、11もあったわ。で、小牧北入り口。が 3.2 キロで、俺入り口に行くのが、ノースウェストに行くのが、ノースウェストに、俺の場所から
ノースウェストに 3.2 キロだから3キロは多分大丈夫だから。あ、小牧やった、小牧やった、いにゃん、小牧刺しちゃってもいい。じゃあ小牧適当に刺すね。オッケーオッケー。で、多分こっから岩崎を見つける。小牧来た入り口、多分ここだな。あ、岩崎あった、岩崎、岩崎だ、これだ。ここの岩崎の1丁目、ここだよ。ファミリーマートとかがあって1丁目なんでしょ、岩崎の1って書いてある、岩崎1。おお、よしよしよし、いいね。よし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 、もうあと一撃、あと一撃、あと一撃。うわっ、あーナイス、負けたか。いや、これは、いや、耐えてる。終わってくれよ、ラウンド16だぞ。いや、ここで耐えるんだよ。長尾翔、長尾翔、看板がいっぱいある。多摩、多摩警察署、長尾町。多摩警察長尾町。多摩、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 多摩なんだ。なんだ長尾町って。多摩区って書いてる？044だから、でも川崎とかこのなんだろう、なんか、うん、なんか。普通に多摩でいいのかな？いや、多摩区ってなんだ。区。神奈川っぽいぞこれ。ちょっと他の何か探しに行くか。多摩区なんだよな、しかも。多摩市じゃなくて多摩区なんだ。いやー、でもこんな綺麗な感じって長尾五丁目に東京以外ありえない。しかもめっちゃピクピク。いや、もうめちゃくちゃ東京電力だから多摩で間違いないと思うんだけど。能登って、そうそう、多摩がここ。え、能登ってどこだっけ。能登って相当違うよ、場所。え、これあれかも、石川県。そっちの多摩じゃないかも。あ、違う多摩。いや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 、東京インターまでって書いて、え、なんでそう思った、なんかあった。なんか、いや、わかんない、能登駅とか書いてあって、で、府中県。いやいや、ちょっと待って、違うと思う。これ俺が、あ、それ登戸じゃない。登戸だ、登戸だ、それ、能登じゃなくて。登戸はどこ、はこっちか。登戸、今私が指してるとこ。あ、じゃあ大丈夫か。川崎市か、川崎市の多摩区か。はぁ、むず。多摩区ってどこだ、川崎市の多摩区ってどこ。マク、あった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 、ここの。あるな、長尾翔633633。長尾、でかくないのかな。長尾探さないと。わかんねえ。やばい。ここね、世田谷出口3311カンパチ。カンパチのところだから。カンパチのとこ、ここら辺か、カンパチってことは。4キロって書いてあるから。まあ、長尾町って書いてあるんだよね。北見って書いてなかった？あ、本当？ここね、あの藤子不二雄ミュージアムの近くだと思うんですよ。あー、ま、ワンチャンあるな。あー、おーおーおー、いや、でもこれ、こっちの勝ち、こっちの勝ち、ちょっとこっちが近かった。出るとこ出るといいね。よし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 。あれあれね。あれあれあれ。相手弱くね。相手弱。いやー、負けたか、さすがに。こんなと、そっち？こんなそっちマジ？いや、なんかやっぱ珍しく神奈川めちゃくちゃ出たな。あなたたち弱いです。はい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 。何かですごいダメージあったよね。3号かな、3号見つけらんなくて。3号、そう、あー3号だ、3号で3000ぐらい取った。いやー、早稲田、早稲田、早稲田って持ってかれて、そのまま3号とはみたいな感じになってた。あと息、最初で息出ますもん。息はもう多分俺、あと九州地元要素発動する。そうそう、それ、それ。あれは、あれはね、あれはずるい。やばいな、あれ。それ、対馬とかと違ってマイナー島だから、あそこ。なくねってなったけど。息なくね島まで考えは及びませんでした、さすがに。島なんですよ、あそこ。でもこのなんかね、広島のも良かったけど。俺がね、これ国道側の、国道どことどこの。まあ、知り合ってるところですけど、あそこも結構陰キャ戦。いや、でも陰キャ戦士大活躍ではあった気がする。うん、すごかった。見つけまくったんだ、うん、なんか翡翠さんにちなんで、なんかだいぶ横浜近く、なんか神奈川めちゃくちゃ出た。知ってるとこいっぱい出た。じゃあノームーブジャパンするか。ノームでパッと、パッと行こう。ひノームーブ横浜でいいんじゃない。翡翠さん、コノさんの方入ったら多分ちゃんとヤバさわかるから。いやいや、私今日そんなちゃんとやってない。で、暇人こっち来たら。で、ノームーブだから、まあ、ちょっといきなり3倍ダメージとかですよね、もうパッと割れるように。ノームーブで動かないってこと。はい、そういうことです。おお、じゃあスタートです、上行ってください。はい、サクッといきます、サクッと割りましょう。サクッとサクッと、いや、わかんねえ、ここどこだよ。いやいや、こんなの私もわかりませんよ、こんなの。こんなの誰もわからない。ええー、
あー書いてあるじゃん、普通に水星十八条、水星、水星って聞いたことあるな。18条、水星、18条、水星ってどこ、京都、18条、あいや北海道が、でも北海道かこれ、でも北海道じゃなさそうじゃん。京都の水星探してくんない？よかしよかしよかし、水星？水星？私も分からない。東北じゃないのこれ？行ったことない。山形ではない。植生的に北海道の植生とは到底思えないぞこれ。なんで黒くしてんの？なんか理由があるの？景観地区みたいな感じかもこれ。いや分からんけど。なんかワンチャンありそう、そういう気は。18条とか書いてあるから、京都か北海道なんとか条って使うのやっぱそういうとこしかないから。か、いや分かんない、北陸ワンちゃんみたいな、点々と刺す、点々と、点々と、怖い、マジで怖い、これやらかしてる可能性あるな。十八条って東北とかにはない気がするんだよな。なんだろう、なんだろう何の要素も入ってないから、寒いんじゃねこれ。水穂、まあ米育ててんのかな、でもやっぱり穂だから。いやなんかどっかで見たことあるんだよな、なんか、ねえ名古屋の方だっけな、あった、岐阜、水星、これだ。ナイス。いや同姓同名、同姓同名詞があったら知らんけど。あ待って、水星あった、待って、どこ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 、天才が、そこにかけるしかないかもな。あ19条あるじゃん、天才、天才、18条どこだ、19条だからここは。ナイス、神、危なやばい、いや向こうもあんねん、夜ね。いやよかったわこれ、あの相手がなんか行きがってそこバーンってやんなくてなんでこんなパクリ地名がおかしいだろここ。えここ結構やばい、そうだパクリ地名が多いっていうの調べた。なんとかが丘町、緑が丘町、青色のこれなんかがあったよな、この抽象表記、青色はどこみたいな。いやね多すぎ、青色はめっちゃ多いから当てんなんね。緑が丘、緑が丘、緑が丘、緑が丘違うのか、普通に緑が丘なの、緑が丘、めっちゃカクカクなのが気になるけど、え、この泊まれって広島じゃないのかな。うん、緑、私ちょっと鹿児島で緑が丘町探してみよう。蝶を探すの無理だって無理ゲーかも。ワンチャン熊本かもしれん。ほう、蝶ワンチャンだけど、いや無理だこれ、なんか散るしかないかもな全国に。俺熊本行くから。東京の緑が丘ってどこどこですか。東京の緑が丘は東京の下の、ね、インケでもっと下らへん、ここ、いや違うんだけど絶対に、一応刺しといたら気持ちに、とりあえずもう関西あたり刺しとけば、あ丘っぽいところあたり、山とか以外、まあまあ北の国じゃないだろこの屋根の雰囲気。うん、鹿児島ぶっぱしませんか、めっちゃ勘なんですけど。桜が丘、星ヶ峰、いやなんかちょっとありそうな雰囲気あるけどな。泊まりがね鹿児島だったと思うんですよね多分。オッケー、じゃあもう多分鹿児島にかけるか、違かったらやばい。多分熊本じゃないかなって気がするんだよな、あの赤いテープに見えなくもない。あー鹿児島、鹿児島、いやば、当ててきてる、これ電柱分かってるタイプ来たわこれナイス、鹿児島、よしよしよし、ナイスだ、熊本かと思った。北海道、東北、四国、北陸が該当で、吹きがあるから東北か北海道だと思う。これ電柱番号ないからあんまり当てにならない。関東か北海道、いやだ奥の見えないな、売ってる地名みたいな。いやこれ北海道かな、さすがにこういう感じじゃね、北海道、W 方向見える、うん、はいはい、の白の家の手前にある白、どういう感じだこれ。絶対北海道だ。ああ、てか北海道だ。S 方向にもどういう感あるわ。北海道広いんだよな。家がもう完璧にあのヒーターもついてるから確実北海道だ。ゼロ一って書いてないかな向こう。ゼロなんて書いてあると思うこの売り地。なんだろうねこの売り地は。何も見えない。もう全部潰れてて何も判別つかない。ゼロ一だったら札幌なのよ。だからまあ割と札幌はまああるかもしれない。小樽と札幌は削っていいと思うですね。札幌は黄色なんですよね、なんか消防のこの消火栓が。小樽は水色、なんか函館も黄色だった気がするから。でなんか田舎だからでもなんかあれやな、三角形に刺しとけばいいんじゃないか。旭川とかに刺しとこう。確かに
旭川、帯広、そこら辺に刺しておけばなんか北見とかなんですよ。なんとかなる気がする。ことはないはず。三角形でいこう。そんなに。まあでもさ、この森の雰囲気的にそこまで高原的な植物が生えてるわけじゃない気がするから、旭川だったらインケテンス打っときゃ大丈夫じゃないかな。そんな北東の方角のガチ寒いもう地獄エリアじゃないと思うんだよね。山もあるしで、確かにそっか、旭川あり、旭川あたり刺せばインケテンスが、俺一応刺しましたね。じゃあオッケーオッケー。じゃあインケテンスが札幌だね。オッケー、そうです。あれ伊達市ってあったっけ。うわ、伊達市刺せばよかったかもな。わー、わー、黒いプレートは伊達市だったんだよな。ここにもあったのか。あ、よかったよかった。多分01だったんで、やっぱり読みづらかったけど。あ、でも相手右の方に刺したな、これ北海道。多分なんか右読みしてたのかも。なんか植生とかで。またなんか、これは電柱が、アンインド書いてる。アンインド、あ、ほんとだ。出雲大社、出雲大社あるよ。海、山陰、出雲大社。あ、もう出雲大社431を探そう。あ、いや、あった。お、神国道9号、ね、もう、ね、もうここら辺、国道9号、出雲大社、431。431はここら辺、これだろ。で、海ががっつり南西に見えてるから、あ、それだわ。確かに日比さ、いいんじゃない、日比さ、うん、いいじゃないですか、押したら予算しちゃっていいと思う。いや、俺これノームーブで見たことある。いや、それが一番強いからな。なんならなんかもう何かを覚えるより見たことあるっつって適当に刺しとこう。うん、ここじゃないかも。いや、海近いの。でもガチめにそこら辺しかないんだよな。あ、ここだわ。あ、ここっぽいわ。ごめん、角度で見たけど。あ、だよね。あってなってね。さあ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 、こそか早っか。おお、消えるやん。おお、はい、おお、中間やった。ズボネ、なんだ、能登、能登、わ、能登、能登ってどこだっけ。石川、石川、石川、オッケー、ありがとう。能登市、能登町、能登町、北陸か。うん、能登、ここ、能登町、ここ。ズボネって書いてある。ズボネ口、なんか、ズボネみたいな、うん、ね、ズボネ。能登町ここだからある。もっと細かい、もしかして。ズボネ、書いてもどこにあんだ？超か、これ。これ恐ろしくちっちゃい地名なんじゃないか、多分。いや、めっちゃあるよ、この中にありそう。南東に行ったら松原、松なんちゃらってところに行くっぽいな。これ結構デカめのサンサロだよ、これ。そんな小さくないサンサロがある。川が南西にあるサンサロか。わ、これ奥に青缶あるな。本当だ。読めねえ。松原って書いてある？右に。って感じに見える。松原がどこか知らないんだけどさ。私もわからない。松南じゃない？ここら辺とか。ま、夏波だとしたら。でもこれなんかちょっと都会すぎる気もするな。なんかまあ適当にポンって刺しとけばあんま差つかない。右に行ったからじゃないかな。散らばる方がいいな、これ。散らばろ、散らばろ、散らばって刺そう、散らばって刺そう。あ、ナイスナイスナイス。うわ、そこか。つぼねって言葉はないね。ないね。うわぁ、書いてねえし、おい、つぼねなんてどこにも。10倍、10倍、え、重くない、まあ、なんで差つかないんだ。てか、むしろここまであって、ね、100、間違えた、あ、書いてある。陶芸教室、馬具遺跡、ボラード不明だな、これ。つぼ、深、なんとか学、読めないですね。高等学院、高等学園、荻窪みたいな。言いたいことは伝わります、すごく。いや、でもこれ九州なのか。ポール、ポールゲスあんま得意じゃないんだよな。九州か。いや、でもグレーだな。関東か。何学校、高等学校なんだ。学園か、これ。読めねえ。読めないな。なんかこれ何、これわざと、これ殺されちゃった。すげえ画数多いよな、多分。何もわからない。これは斜めには出てないから、関電じゃない。バンしてこう、どんどん。関電じゃない、東京電力管内じゃない、北海道、東北、北陸バン、関東バン、中部バン、関電バン。ことは中国、四国、九州のどれか。え、まあ、やるんだったら中国、四国、九州に調べるべき。うまく関でしょ、関。
って書いてるから、こういうなんか昔からのこういう場所だと思うよ。こういう昔からある町、その関所のことのだと思うんだよね、多分これ。じゃあ中国、四国、あとどこでしたっけ。中国、四国、九州。俺は九州指すから、インカ大生四国、俺中国。はい、これ福岡じゃね。違う、福岡県立に見えません。あ、確かに福岡、まあ、北九州とかに刺しといて安牌取っとこう。なんか一人なんかここら辺に刺しとけば多分大丈夫みたいな。高速道路近くだからん。確かに高速道路、確かにあと近いわ。確かにこれなんだ、ミネっていう字なのかな。このガタガタもうちょっとはっきり写してよ。見つけらんないな。おお、おお、だいぶ遠く刺す。なんだったんだこれ。つくしの？ん？つくしの？あー、わかった。よし、よかった。いやもう無理か。うわー、無理か。あ、イグソピン刺した？いや、刺してる、刺してる。刺してない、最後。最後ミスって。え、本当に言ってる？いや、どちらにせよ、まあ関係ない。刺してても関係ない。刺してる、刺してるけどね。刺しちゃいるけど関係ない。なるほどね。何、揉めてるの？揉めてる。帰ってきたら揉めてる。ギリ読めた。いやー、読めなかったなー。読めた。全然読めなかった。あ、これ筑紫って書いてたのか。なるほどな。なんか九州か関東がずっと悩んでて何々県立ではあったからどうにか読んだ。なぜ中国四国版できた。ああ、あのあれです、ポール支え、電柱の。あ、支えが、まあ確かに、まあ、支え。なんか東関東か九州があんま分かんなくて。わ、言われたら確かに福岡に見えるわ。言われたら見えるっしょ。このちゃんキャリーだったな。いやいやいや、最初のあれ、あ、めっちゃ危なかったのありましたよ。いっちゃん最初水星、なんかもう水星やばかった。10秒ぐらいまで誰も分からなくて、キリさんが見つけたって言って、そう、あるこれ外してたら一発で終わってた。あぶねー。あびー。ひすいさんは終わりにします。はい、どうします。そうですね、そろそろ。はい、また横浜やりたかったけどね。またまたやりましょう。またやりましょう。またやりましょう。バイバーイ。横浜のバイバーイ。3年目になったので、これからもよろしくお願いします。あ、お願いします。はい、新年が始まったみたいな感じになってるけど。新年の動画なのこれ。で、ここからは馬面吐きを入れての急に変わりまして、ここからは馬面吐きが出てきます。はい、お、VTuber の、あ、VTuber の馬面吐きさん。馬面吐きです、こんにちは。はーい、馬面さん、こんにちは。え、馬面吐きさん、いつものやってよ。いつもの挨拶やってよ。乗り気っしょ。そんな、だって今までひすいさんいたからね。馬小路さん、馬小路さんお願いします。馬小路さん、なんかお願いします。いつも馬小路、マジ馬の小路、馬の小路、つらまろ。馬の小路、つらまろ、いいな。馬の小路、つらまろを入れて何をやるんですか。まあ、世界ブザイっすか、また。あ、面白いしね、これ。いきます。世界もみんなちょっと覚えてきたでしょ、多少は。あんまり？え？やってないか。頼りすぎ。いや、でも国までは全部やってくれるから、皆さんたちが。そっからあと地名を探すだけみたいな。多分ミッキーの方がいいな。割と動ける、動ける、動けるよ。いきなりノームーブでこんななんかえっくりさ、ヒマラヤのなんか中みたいなさ、ちょっと。今日、高くね？高い。これ安定し、南米山脈。上も乾燥してるしな、だいぶ。え、こんなん降りれる？一応降りてはいる。近くの村まで頑張っていか、行かないと。滑り落ちろ、滑り落ちろ。馬座さんいる前で滑るとかやめてくださいよ。やめましょう。これ全部不謹慎だから、全部やってるの全部不謹慎。これ一番不謹慎だろ、その指摘した方が不謹慎だ。あ、でも街行けそうやな。ギリ街行けるけど、街行けたところでどうすんだ。看板があるかどうかって言われたら別に。看板なんだ。一般道だから看板なんか置くわけないんだよね、よく考えたら。いやー、この街ウェルカムなんとかって書いててくんねえかな。インケですね、あ、ラックするのやめてください。え、こいつ今ラックしてんの、テレポートしてラックしようとするのやめてください。なんか俺、バチバチの土壁かこれ。あ、なんかこれ国旗、国旗書いてるこれ。国旗何、赤、赤、白、赤かこれ。左からそれはペルー、ペルーだよ、ペルーだよそれは。あー、まあ納得できるじゃん、だったらペルーだからなんだっていうレベルでやばいよなこれ。なんかこれジオゲッサーか、みんなでお出迎えしてる、なんか。え、なんかみんなでなんかあのよ、みんなで挨拶してる。だからジオゲッサーの車が今日来るらしいっていうのをみんなで見て。ジオゲッサーじゃないですよ、それ。違う、グーグル。
Google か。ジオゲさん、Google か。Google だよね。Google パークルのお出迎え。え、てかこれあれだな。世界的すぎるだろ。これ無理だな、これ多分。これ、おそらく。これ多分、不可能だと思うわ、これ。さすがに。なんか言語も、もうなんか何もない。言語はあるわ。あーっとね、これじゃないかな、店の名前。店の名前アルカルデディスト、アルカルデプローブ。多分これは何でもないな。タンタリアン、タンタレアンって場所かもな、これ。マジ？タンタルデンエストラバジョ。あ、待って、ペルーの上半、上でしょ？で、インキャ先生、この辺に置いて、そのまま。もうちょっと、もうちょっと右、もうちょっと右。そう、そこでゲスして、そのままクリックしていいよ。OK。で、暇人もう一回大きくして。この辺に押して。そう、それでいい。で、ベノムさん、こことここ分断するみたいな。え、縦ですか？縦にこう分断する。こことここを結ぶ感じ。OK、それめっちゃいい。OK、なるほどね。あさ、南東に山があってでしょ？だったら、なんかこういう場所の気がするんだよね、むしろこういう。ここら辺じゃないかなって気がする。南東に山があるんだったら多分この辺り、なんならこことか、こういうのがもう山のもの、中川みたいな。いや南とか見るけどずっと山なんだよな。全部ね、ちょっとえぐいところ来たな、マジで。あ、もう終わった。なんだこれ。終わってない。物化け物のこ何ピタアラデージョン、デージョンの場所だな。ピタって場所なのかもな、もしかしたらこれ。そう、なんかワンチャンピタがいいね。こんな小さい村だったらもう村の名前書いとけ、どっかに。こういう人たちの娯楽って何なんだろう。人類文学者みたいな。え、なんか気になるくない？だって例えばカラオケとかは絶対ないわけじゃん。いや、まあなんか羊追っかけてとかおもろくね、実際。ボール蹴りとかじゃないの。歌えば似たいと思っちゃうよ。いやでもこういう場所でもなんかあるからな、スマホとか。無理だ。スマホとかあるし、まあ別に楽しんじゃね、普通に。これはこれでおもろそう。いるかよ。無理か、無理だわ、そんな。町の名前は特になし。なし。やば、うん、なんか面白い道路の形してるな。ガチで道路は完璧だわ。道路は全く完璧だよ。道路の形ゲスしないとダメだった。いや、こんな詳細にできねえよ。なんか終わりじゃない？いや、難易度鬼むず。これなドッキリ？なんのコンセプトなんだよこれ。絶対に無理な。やばいドッキリがやばすぎた。あ、でも地名なのか？看板なんかあるよね、なんか。看板、うん、あの英語じゃない。文字があれだわ、文字がタイとか。うんうんうん。あ、もう終わったわ。じゃあ終わりました。丸みが上が開いてんのか？上が上開いてる。うん、丸みある。おい、アルファベットもかっけえよ。バケモンかな、これ。ちょっと。バケモン。バケモンがバケモン呼ばわり。バケモン。しかも、だってクリックしても前に進まねえんだけど、塔でこれやってねえ。わかるー。まあ、多分タイの何かだろうな。国はタイの、これか。あれ、そうやな。青入ってるから、あれじゃねえの。うん。青、白、赤だから、タイじゃないの。ああ、これタイだと思う。道路番号とかあんのか、こんな。一応道路番号はある、よくあるっちゃある。どこかまで 5.8 キロとかそんな感じだと思う、これ。もう500何歩で買いますよ、これ。うまそうな飯を。シアじゃねえわ、なんか変な昆虫だ、まずそうだ。道路番号なんてあるよ。でも舗装されてるか。あ、でも都市行くのか。結構都会か。あ、でも入ったなと思ったら一瞬で終わったな。うん、一応道路番号はあるはあるよ、標識みたいなのは。設置されています。いや、あるはずだよ。何を探せばいいのかもわからん。ああ、ありました。ここはバンパカオですね、この町の名前。俺に TP 生が出てくる。町の名前はとりあえず出た。おお、ちっちゃい町だと。ちっちゃそう。バンパカオ、これ俺のこと半分に割ってくんない？多分、いや、このね、タイのね、北部のこの辺のギリギリ山じゃない場所あったり。人気ですね、めっちゃいい。それがいい。よし。で、暇人が、そう、それがいい、それがいい。それめっちゃいい、暇人。よし。あ、こっちじゃね？あとはバンパカオ。バンパカオ、多いのここ。バンパカオがあっては、バンパクトン。もう一個割ろっか。もう一個あったら、もう探すんなら、ベノムさん割ろう、これ。
ここからここまでのタイの中のこの辺だから。ここあるか。さあ、そう、それめっちゃいい。そうそう。よし。右。オッケー、バンパ、バンパ、バンパね。あとは探すだけだな。探しても、その目的の道まで行かなきゃならない。ちなみに、バンパカオは、俺らの場所はバンパカオの北に当たるって感じ。バンパカオの北側にブルーズアイ。まあそうだね。まあ、そのうまくいくとは思えないけど。学校もあるくらいだから、まあまあでかいな、この街。バーン。バーン。バンパック。違うなぁ、バーン。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 ババンババン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 すぎる。愛の言葉がむずすぎる。ちょっと削るよ。おさん、おさん何？何？なんかもう、なんかもう頭おかしくなっちゃった。あれ？なんか、これさ、それは、おかしくなっちゃった。それはラオス。の、それは愛やない。ああ、え？ちなみにバンパカオはない。ある。下にバンパカオスあるわ。カオ、カオ。下にある、下にある。バンパーカオ。うわ、うわ、うわ、やば。しかもなんかあるわ、確かに同じ文字が。いや、同じ文字かとかマジで。必勝。当てる。お、死んでくれ。やっぱドッキリだわこれ。いや、じゃあ私たちも一緒に苦しんでるから誰がドッキリかけてんだよこれ。R40 っていう道路、あの南アフリカ共和国ね、の R40 って道路。なんかカパマっていう看板があるわ、なんかカパマ。ホテルっぽいよね。ホテルか国立公園かなんか分からんけども。あるわ、標識あるじゃん。ああ、病院の電話番、え、何、電話番号丸書きするだけ地名書いてへんの、マジこれ。リンポポ、インサイデント、インシデント、あ、ちゃうわ、全然書けないわ。これガチで事故起きた時の電話番号だ、これ。ここに電話してくださいねっていうだけの警察と救急の電話番号だった。なんか変だな、でもなんかボツワナっぽく見えるけど。さらにでも R の道路ってないはずなんだよな。ブルーキャニオンとかいうなんか観光名所とかわかります？地名かな。ケープタウンの北側なのかなって気がする。ブルーキャニオンって昔からある土地のなんか観光資源なんでしょ。オランダ語じゃないんだったら西の方なのかなっていう。ブルーキャニオンっていう観光地っぽそうな感じではある。あるやん。 R40 ティンババチパラボルワっていうのとなんか空港もある。空港だ。ここはでもね、ちっちゃい R40 がなぁ。そんなね、むちゃくちゃじゃないと思う。 R400 はここ割るかも。これ調べてるし、もうそもそも調べる段階に行っちゃってるし、こう割るわ。なんだっけここね、ここいいか、ひまちもう一回割って、これ上下に。よし、おお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 お一応41ここで横向きになってて R40444444 あったあったあった。 R40 これ。あ、やった。どこ右上。ああ、ファラボルワもあるわ。本当だ。ファラボルワ、ファラボルワは NW 方向に行ったらファラボルワだから、これじゃね、これじゃね、このノリじゃない、この南西道路じゃない、このなんかブックバーっとついてるこの R40。 それかここら辺とかか。あ、ウエストエストゲートの空港か、これ。ホエスプルート空港。ちょっと違うな。違う空港。終わった方がいいかも。そうそう。終わりましょう、終わりましょう。じゃあです、もうちょい下。ここは入ったな。いや、それは当然入る。じゃあです、割って。よし。え？結構。もっちょり下。あ、ここ、カパマ。これ、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 これ。ナイス。カパマっていうとこが一番最初なんかあるよね。あったあったあった。しかも直線で降りてく。あ、で線路もある。あ、合ってる合ってる。多分合ってると思う。これ線路だよね。ここ。あ、ブルーキャニオンここだわ。ブルーキャニオン。ブルーキャニオン。ブルーキャニオンここ。ここもカパマなのか。ブルーキャニオンプライベートなんちゃらって書いてある。って書いてある。あ、ここだ。プライベート。プライベートじゃない？ここ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 。これ出ちゃった。おおおお。やっちゃえやっちゃえ。ああ。
ナイス。ナイスカッパ。南アフリカ共和国は意外となんとかなる。当てれるな、ま、もう言語がだって英語なだけでありがたい。B ドット B。ベルギー。何語か分かったら一瞬で分かる。オランダ語っぽいかフランス語っぽいか見て。ね。これは？ゾーンズ。バージン。え、ちょっと待って。B。B。ちょっと B。ベルギーかな。うん、ベルギー合ってる。あのナンバーも赤っぽいから。なんかオランダ語っぽいな。うん、フランス語感はない。なんか地名がだったら多分グレンバーゲン。ああ、じゃあ北半分だわ。うん、もう北半分は確定だから、北は割らなくていいもん。あ、ストラートって書いてある。オランダ語だ。オランダ語、オランダ語これ。この半分で割って、ブリュッセルあたりで半分で割って、北って感じだから、俺これ左右に割るわ、こうやって。もう上下には割れてると思って、これ。このブリュッセルからここ の上側。俺の範囲ぐらいが、そう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 、ぐらいが、まあ、場所。まあ、ちょっと待って、道路番号とか探してもいいような気がする。俺探すわ。あ、なんか地名あるじゃん。ルイス・マイツ。あー、違うな、これ。地名じゃねえな。いや、もう地名はもう探せてる。グレムバーゲンってところ。グレムバーゲン。グレムバーゲンって場所で、問題はグレムバーゲンを探す前に、道路番号を探したい。道路番号を探さないと、結局、超むずいゲームになっちゃうから。あった、E17。これは E17 女王が近い。E17。こっからここまで割るか。半分に割ろう、これを。ハンメとセイント・ニコラス。N41 も近いって感じか。ハンメあるな。ハンメある、ハンメある。ちょっと待ってね。北に行ったらハンメがあって、暇人ね、もうちょっと右行って、もうちょっと右行って。そう、そこでゲストしてみて。よし。入ったね。ハンメが北で、ハンメよりは下。E17 にたどり着けるのが、ハンメとセイントニカス。セイントニカスってやつをの南か。これ半分でやってもいいかも。これ E17 城じゃないわ、ここは。N41 城なのかもしれない。グレムバーゲンってこれ？グレムバーゲンはある。グレムバーゲンあった。じゃあ、ここだ。グレムバーゲン。グレムバーゲンが西で、ってことは、俺今ここら辺にいるわ。この辺にいる。で、ここら辺だと思う、多分最初の場所は。探すか。なんか戻るか。東西にめっちゃ長いな、これ。この道路。南西に行って、ヨンサロか。すぐヨンサロ。ここ、燃えるゼーケだ。燃えるゼーケ。俺のところ行ったら地名できる。俺のところの地名だと思う、ここが。うんうん。あ、ここ。燃えるゼーケ。あ、燃えるゼーケの中。最初、西にグイーンと行って、すぐ行けたから。まあ、燃えるゼーケあたり。でも別に燃えるゼーケと近くはない可能性ある。バス停とかあったからマジでここら辺なんじゃないか。この道はバス停あったよな。ヘッペストラートと、ヘッペストラートっていう、ここら辺じゃないかなって気がするけどな。ヘッペストラートっていうバス停があって、この多分ここかな。うん、ガチここら辺な気がするよ。あ、まして、みん、待って、まだ仕掛けやつ、はい、よいしょ。はい、ドッキリ。いや、そんなドッキリじゃない。ドッキリではない。これは、なんだこれ。これなんかちょっとやばいな。なんだこの国。え、ちょっとむずいかも、これ。強げ的ムズはある。あ、なんかこれ、キリル文字っぽいかも。なんか数字の3みたいな。うん。ガチキリル文字。おいおい、今時まだ土の道があんのかよ。見たことねえよ。見たことないま。いやでも道路あった、舗装された道路あった。出てきた、あ、ガソスタも出てきたわ。ガソスタいいね。なんて言ったらいいかわかんねえや。バス停ある。HHK ね、ガソスタ覚えておいてな。でもなんちゃんとした道路でだから、こう書いてるからさすがに地名そろそろ。こんなとこでもウーバーイーツが対応してんのかな。してるわけないだろ。日本全土で対応してないんだから、ここで対応してたらやばいだろ。ごめん、ウーバー来てた。おい、今気づいたんだよね、俺今。ごめん、ウーバー来てたわ。怖い、今の。全然ウーバー来てた。びっくりするかもしんないけど、こっから127キロ先、251キロ先、426キロ先。よかった。北海道かな？何、400キロ先に何かがあんの？一応俺んとこ、わかんない。道路番号かな？でも、右に書いてるから、距離じゃねえのかな？さすがに。これは、まさか、これシベリアだ。え？
え、シベリアじゃないかな、これ多分。多分シベリアだと思う、これ。ちょっとシベリアぶっぱしてもいいですか、これ多分シベリアっすよ、これ。おお。こんなあったかそうなの？シベリアっていうか、どっちかっていうと、ウラジオストクみたいなノリ。あたり、あー。だってこれね、くっそむずくて、ウルトラですら無理なんだよね、これ。え、チタって、あるある、え、ある、チタ、チタっていう地名ある、ここにあるわ、ガチシベリアだ。俺んとこチタだよ、チタだよ、チタ、チタ、チタ、これ。まさかここ行ける？え、チタがどうしたの？え、チタが、え、426って書いてある。どっち方向に？426か。ノースイーストに。ノースイーストに400キロ行ったら、チタがあるってこと？かな？俺の、いや、多分、わからん、これ、え、番号何なんだろう？キロなんかな？もっと行かない？いや、まあまあまあ、いいよ、もうウルトラで、ちょっとラージでチタの、うん、チタ中心にやるわ。いや、そうだわ。で、ここら辺で切ったら、この、ここら辺でこう、うん、そうそうそう。その辺でインケテン、インケテンスでそれめっちゃいいかも。よしよし。地名はもう一回こう切れば。こう、おっぽくえ。地名どっか出てる。俺んとこ一応わかんない。いや、でもこれ距離だからわかんない。地名、左っかは俺んとこ地名かな、この XOPNHCK。ひまじんさん、ひまじんさん、ちょっと早めにゲストした方がいい。あ、ひまじんさん。ひまじんさん。川はあるんだよな。川はどう？おー、いいね。え、左側にさっきの青い看板の左側になんか白の看板で。あ、これ地名だよ。ここのことだよ。XOPNHCK って場所。発音としては、なんとかすく、なんとかふすく、イフスクみたいな感じの地名。ソプフィスクみたいな。これ、ん？違うかな？あー、合ってる合ってる合ってる。そこそこ、これ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 。これだよ、このさ、この地名だよ。さて、ロシア、え、やっぱさすが。違う声出た今。違う。あ、HKK ある。さっきの。え、ちょっと。来た来た。コノさん。違う。マジか、コノさん。これブルーズアイできちゃうんだ。これブルーズアイもう適当にみんなでできる。この街全部適当に囲えば多分できるブルーズアイ。いや、待って待って待って。まだ怖い。絶対そう、絶対そう。北に街がないから、北に何もない状態なのよ、多分これって。北に何もないよね。最初ってことはこの北沿いなんじゃね、なんか北沿いの何かなんじゃね、多分だけど ここじゃね、多分川流れてるから、ここじゃね、うん、ここじゃね、こういう場所、川流れてる、うん、ここかも、ここかじゃない、ここか、あとここもある、川めっちゃ川近いんだよ、あ、これ見たな、西にはもう行けなくない、これでも初手の場所から西行ける、これ、あ、西もあるのか、西も町があるな、ってことは真ん中あたりって感じか、あとでも3品あるから、こう近い、そう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 やっていけば全然いけんじゃん、こういう場所じゃない、こういう場所じゃない、なんかそこか、え、インカデンスのところらへんだと思うよ、多分割とガチの、あ、これ、はい、メオさんか、え、そこ、え、待って、メオさんやばい、わかんない、これ初手グニョンって曲がるじゃん、ここじゃないよ、俺ら今に、あー、確かに確かに、そんな気がする、ベノムのギリ入ってるんじゃね、ギリ入ってるのか、そうそこでいいんじゃね、馬面ん、誰だ、あ、ギョギョやっぱロシアの人いるとやべえな、違いますね、HOPNCHCK でしょ、しかもさ、俺が発音した瞬間気づいたね、ソピフスクって言ったら、あ、これですかって言ってるのが出てきた、文字見た、文字見たんだよ、普通に見たことあるってなってた、なってない、なってない、ね、ちょっと見たことあるは嘘すぎる、いや、見たことあったら怖いってなんでシベリア行ったんだよ、あのロシア人すら知らないと思うよ、多分ここな、モスクワに住んでる人ここ知らんよ、多分ポリンスクとか言われて誰が気づける、こんなん、これをさ0メートルまで持ってくのすごくないんだか、でもいや、これいかついマジであでもちゃんと、でもみんなの活躍あったな、チタを気づけた、俺シビリア気づいた、ヒマジンチタ気づいたで、こう街をコノが気づいた、道路を馬面が気づいたで、ちゃんと活躍あった、え、ちょっともう一回やらね、もう一回やろう、完全燃焼、最初の方もうやばすぎ、最初ちょっと、え、ちょっとバランスのワールドだけど、全然普通にドッキリされてたバランスドワールド、いや、大丈夫大丈夫、わかるわかる、これわかるはず、タイヤーヘイム、メグ、オランド、ドイツ、ドイツ語、ドイツ語っぽい、ドイツ語っぽい、何か、ソサー、もう覚えとこう、ソサー、これはスイスでは街の中、でもね、ユーロ車がちゃんと止まってる、しかも高いな、場所で、壁がなんかあれじゃね、壁見たこと、これドイツの壁だで、ちなみに、ちゃんとステイブルフェッシュ、ドイツだ、ドイツだ、これドット DE だから、 DE だからドイツ、ああ、ちなみにドイツはクソ田舎がよく出る、
これボカウって町、これは俺のとこ TP したら分かる。ボカウとかアルベル、うん、アルベルナウで、ドイツはそんななんか簡単だと思うけどな。一番近いのがマルダ、その道の名前がムルデンラッドウェイみたいな。ムルデンラッドウェイ、オッケー。ボカウ探せばまあなんとかなる感じするな。ドイツの田舎ってどっちの方なんですか。よく出るのがハンブルクがよく出るけど、ハンブルク周辺がカバレッジ多いはず、確か。え、なんかベルリンは人権団体が反対して、Google カー走れなかったね、確か。人権団体、そう。地名か、裏フランク。裏フランクアンガー。これだな。283、283っていう道路、ここ。多分黄色の283っていう道路だと思う。これも割るね、これ。後ろの283。ライプツィヒとかの近くなのかな、283。操作もあった。操作あった。操作あった。どこあった？ああ、操作の近く。あ、ボカウじゃん、これ。ボカウ。どこ？ボカウ。あ、ピンピンしてる。で、初めの道路が何やったっけ、名前。マルデン・ラッドウェイ。ああ、アルベナウあって、アルベナウがあって。うん、丸なんとかが一番近い感じするな。0.2 だからね。やばい、俺なんかさ、これさ、なんか全部日本語表記されてるから。嘘。私も。そうなんだ。ジオゲッサーの優しさ、これもしかして。ジオゲッサーゴリゴリかって英語なんだけど。うざ。北東にボカウがあるはずだから、こういう場所かもな。なんか別になんか、ムルデン通り。あ、ここだ。このムルデン通りだ、これ。ああ、これだ。ムルデラナウェイグ。多分これだな、ムルデラナウェイグ。で、ここの通りが全部ムルデン通り。あ、なるほど。で、川があるんだよな。西の方に、西向きに川があるって感じか。西に川がありつつ、南西に村。北西に283がある感じになってるな、これ。ここか？こういうノリか？この辺じゃないか？ちょっと待って。三サロがあって。いや、あと1分半しかない。下に結構長い。そんなに時間ない、そんなに時間ない、これ。あんまり良くないぞ、これ。この感じ。このムルデン通りを半分に割るわ。OK。そっちか。ああ。南西と西の方にあって、あと1分。ここか。西の方に建物がありつつ渡って、ああここじゃね。ここ、これ、これここじゃねえか。ぽい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 。うん、多分ここだと思うよ。もうブルズでもいいような気がする。ナイス。ナイスクです。おお、よくわからなかったけどナイス。まあこれこれインディアじゃない。なんかクソ日本めっちゃ綺麗、めっちゃ日本っぽ い、 いあるガチ日本っぽい。でもこれインディアだね。下モザイク、下モザイク上揃いだから本当にマジで上のペコペコいいところ。すっげえこんな綺麗ないんだ、これ初めて見たな。いやいやいや、ちょっと待ってくださいよ。お前は何人だよ。インフィニティって書いてある。ちょっと待ってください、インフィニティですよ。ワイプ岩井、え、ちょっと待って、え、ちょっと外れたら牛が寝転がってんのマジ。格差よ格差。なんとか地名とか駅名とかがあればいいんだけどね。あるんじゃないかな。これがロード、あーでも道の名前か、これロードサフェティアワーモット。あ、さらに青看板あるよ。でっこ、ここカイツハル、カロディって場所か。デリーニューデリーだよね、多分雰囲気的に。これって雰囲気的な、デリーを確定させるのはちょっともったいないな。これチェッカーって場所じゃないか、ニア。チェッカーって場所だと思うよ、多分。違うのかな。チェッカーのカイサルロードって場所だと思うな。チェッカーってのが分かんないけど、よく。一回俺、あれする。ミディアムでデリーとニューデリーのこういう感じで割るわ。これは違うと。ニューデリー半分は消えた。これ本当かこれ。あ、カイサル、カイサル。あー、オッケー、ナイス。北に来たらパティアラあるはずだから。カイサル南に28キロだから、これより北だぞ。もっと上だね、これ。カイサルが南に28キロだから。あ、チェッカ、チェッカあった。このチェッカって町。チェッカって町のここの住所が、チェッカのカイサルロードっていうやつがあって。あ、ここじゃねえの？ここじゃ？インダストリアルエリアパーク。カローディある、カローディ。インダストリアル、ここじゃないの？インダストリアル、ここだと思うよ。どっちかどっちか。いやー、待て、いや、このノリやばい。あぶねー、このノリ危ねえ時だからな。ここじゃねえ、ここじゃねえとかって言って慌ててゲスして死ぬみたいなのでよく見る。あれ、フール
ロカン、フールーロカン、なんかフールって地名あったよな前。知らねえ。デッサ、インドネシア。デッサってなんだっけな、 この辺だっけな、デッサって確か。ラパンガンってなんか普通にあるよな。なんかね、なかったっけ。デッサってなんだっけな。なかったっけだらけ。全員で記憶を。セライワンギ、ん、なんかこれ知ってるな。紅茶かな、紅茶と話した気がある。セライワンギがとかって言って。セライワンギ、どういう会話。セライワンギの話したことある気がする俺。カリマンタンなのかなこれ。なんかカリマンタンがなんたらみたいな話の時にそういう話題が出たような。うん、待って俺。インドネシア半分潰したわ俺。うん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 、インドネシア。この島がかかるようにさ、誰か潰してくんね。バダンガチェからジャカル、そうそうそう、その感じで。あ、こんなこと。確かにこれ県の名前だったような気がするんだよな。セライワンギーみたいな。ちょっと待って調べる。グーグルで調べる。まあ、調べる。で、あのね、このね、あの拡大したら県の名前がわかる。この県境に。びっくりした。セライワンギ。いや、あのね、検索で調べたら一撃必殺なんよ。こんなの。調べたら出てくる。ジャディカン K3。地名入ってんのかな思ったけど、違うか。あ、これね。これ地名書いてない。あんま。多分、うん。地名っぽい感じのものがない。バス。住居表記がない気がする。住居表記ってのは、ハイフンを使ったり、カンマを使ったりして区別、あの、やったりする。よく。それが何もないってことは、一般的には住居表示で使わない。アルファベットの国では。結構大きな町と大きな町を結ぶ道路じゃないかな、これ。もう一回ぐらい割ってもいいんじゃない、ひまじいさん、これ。下で割った方がいいか、これ。もう、大丈夫。もう何でもいい。何でもいいから早く割った方がいい。削れた。ナイスナイス。半分に割るか。そうした方がいいかも。なんか割と絶望的。ね。隣の町まで来たけども来る意味ないかも。まあ。あった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 。S に行ったらペカナブルがあるけど、この辺だと思う多分。ペカナブより北ではあるはず。先にペカナブかな多分。一番最初の看板の時に ロカンってあったけど、ロカンって関係ある？ああ、確かに確かに関係あるかもしれないな、これ。ロカンかな。ロカンはあった。確かに南に行って、ペカンバルもなんかわからんくもないかもしれんな。あと25秒ね。マジで？あちぃ。ラパンガン。こんなか、こんなか、こんなか、こんなか。わかんないわ。なんか適当にもうゲッツするしかないこれ。こんなかだけど。いや、無理だな。セライってる。セライなんちゃらこっちにある。あれそっちかい。セライワンギー。いやー。うーん。いやー。まあやっぱりペカンバルの西、もうちょっとだったなー。セライワンギーどこにあるんだっけ。セライワンギーとは何なの。いやー、もうちょっと大きい行政区のことなのかなー。あー、なるほどね。もうちょっと一般的な名前なのかもしれん。1、2、ん？リオ、プレート、ん？リオプレート、これ何ブラジルかな。ああ、ブラジルだねこれ。ブラジルやばいんだよな。ブラジル結構むずいイメージある。いや、なんかもう地名無限編みたいな感じじゃないっけ。めちゃくちゃ書かれてるイメージある。なんかもう探しても探してもみたいな感じ。これは何かの行政界、リオプレートとポンテノバっていうところの行政界、うん、これは別に都道府県レベルのものじゃないような気がするな。BR116、 それめっちゃでかくね。うん、BR116 60キロって書いてある。いや、なんかさ、60キロって何の意味してるの。え、多分、BR、どっかから60キロなんじゃない。あ、これね、これさ、しまくってあるけど、BR ね、あの、あれなんだよ。あんだよ、ちゃんと文字振られてない。これ RS とかいろいろ道に。うわ、最悪。多分その116じゃないわ、マズラ。違うんだ。その116じゃない。ガチで BR っていう、ちゃんとガチである。小さい。ゴミみたいに小さいやつがある。なんとなくでも、土地のこの感じからして、こっちのサンルイスとかの方なんじゃないかな。インキャ先生さ、もうちょっと右に行ってさ、この辺でゲスしてくんね。もうちょっと違う、それちょっとちっちゃすぎ。インキャ先生、そこでゲスして。もう一個半分に割ろうか。ひまじにそれ割ろう。そうですか。PR、うん、いいよ。頼む、外れろ。よし。じゃあガチでリオの近くとかあんの。なんか見る感じ、なんかこういう州の名前であれ、あれなんだけど、でも BR って州ないから。なんかブラジリアじゃないの。ブラジリア、ブラジリアの下あたり DF なんだよな、ブラジリア。うん、もうちょっといろいろ行ってみるか、俺。
もう3人ゲストしたのか。もうこれ以上使いたくないな、あんまり。前なんでしたっけ、コンテノバとリオプレット。おうん、おぉ、ネコミム出てくるんだ、やばい。普通でネコミム出てるよ。もう1個割った方がいいかも。もう2分だから、ベノムが割った方がいいかも。あー、こっちか。右側だ。これなんかさ、この国道が BR の BR だったりしない？ブラジルの。あ、もしかしたらそうかも。言いたいことはわかる。だったらどこなんだ？これ？これ116。めっちゃ長い。どうせもう、これ以上なんかないと思うから、それでかけるか。かけてみんのはあり。あ、リオどうぜ。あ、あるかも。ポンテノマ。あ、ポンテノマあんじゃん。リオプレートってとこ探して、これ。これリオプレート。リオプレート。うん。115秒。あ、やばいな。高い目当たりになるしかないよ。この辺か？この辺か？なあ、わかんない。あ、テールマン打つしかない。あ？は？あ？まあまあ116秒だったんだけど。リオプレート、あ、リオプレートある。ポンテノバは不明。ポンテノバ下にある、下にある。え、ポンテノバってもしかして2つあったってこと？なんか下の方になんかサベスタ顔でポンテノバって書いてある。もしかしてポンテノバってなんかこう、なんとかかんとかポンテノバみたいな、なんだよポンテノバ。え、無理じゃん、無理よ、そんなだいぶ大事る。うわ、リオだったな、ごめん、リオ関係ないって言っちゃったわ俺。リオプレートって川じゃない？これ川の名前じゃない？リオプレート。あー、ポンテノバとは What is a ポンテノバ、はい、自治体名です。え、要は県みたいな。ポンテノバ県、州の下のポンテノバ県っていうのがあるっぽい。本当はリオって川って意味なんだ。あー、まあ、だったらリオは別にたくさんあるか。じゃ関係ないんだ。リオデジャネイロだからじゃないのか。だからポンテノバで探してもたくさんあるのは、ポンテノバがそれはなんかポンテノバ県の中のなんか、なんとかポンテノバみたいな。リオペトロのプレートのポンテノバ。リオデジャネイロ。あれあれあれ、なんか日本をなんか、あれ日本の魂に叫ぶ。あれイロハ坂じゃないの？この苔が、この苔が魂をなんか呼んでくんだよな。長野県です。分かった。ジグラ峠。知らねえってか。どういう感じ？地面の地に、あの酒蔵の蔵。はいはいはい。はいはいはい。オッケーです。ありがとうございます。わかりました。ありがとうございます。上手いから。いやいや、が。国道361。361、あ、ここだね。あ、本当だ。これジグラ峠って9か。ジグラ峠これだ。あった。これだ。ああ、じゃあこの辺りじゃね？全員辺り。うざいしまくれば。ちなみにジグラ峠まで 1.1 キロ。お前、危な。危な。割とでもガチで馬さんの辺りじゃないの、このぐねぐねの具合。ああ、川はね、俺末川ってところね、今渡ろうとしてるから、多分この辺りだと思うよ。えい。はい、だよね、サウスウェイ、サウスとこれしかないから。ナイス。マジで、まあ、もうブラジル、マジで。ブラジルやばいわ、もう。マジで。まあ、ジグラ峠みたいなもんだもんな。スエ川みたいなのが出たって。だってさ、ジグラ峠とか言われてもさ、分かるわけないもんな、ブラジルで。ポンテノバって言われて、長野県は多分ポンテノバ的なイメージでしょ、多分長野県が。やっぱ、ブラジルの都道府県ぐらい覚えるべきなのかもしれないな。ブラジル弱いな毎回。だからあのブラジルとインドネシアに大体殺されてる気がする。あとタイえ、タイガチやばいマジ。タイ、ブラジルあたりで大体死人が出る。東南アジア終わってる。アメリカの州ですら分かってないのに分かるわけないよ。ということでジジイです。ジジイ。